おはろばんは説です。見てくれてありがとうございます。今回はですね、イベントの攻略戦ミトスユーグドラシルっていうやつですね、やっていきたいと思うんですが、これもね攻略完了しているんですね。私全然貢献できなかったですね。今回初めてやっていくんですけど、どんな感じなんでしょうかね。これはほんの少し未来の物語。今はまだ幻ではあるけれど、やがてこの世界に権限するミライズ、そのほんの一部を今ここに。あれ、ここは一体。キュー、ワフワフ。そうか、お前の不思議な力のせいだね、ノイシュ。お前のプロトゾーンの力が僕を一時的に未来に追いやったんだ。違う？ワフワフ。ミトス、それにノイショもここにいたのか。アジトからいなくなったからみんな心配してるぞ。そう、もう少ししたら戻るよ。ミトス、お前が、を、ために、命を削る覚悟で、俺たちのところに来たのは分かってる。でも、俺は、お前の本心が聞きたい。ロイド。ああ、そうだ。助けるために、僕はまた、を、やめようとしたんだ。いや、なのか。どこまでも無駄なあがきをして諦めきれない。あの時だってそうだった。もう4000年以上も前、まだ姉様もクラトスも一緒だった頃。どうして僕たちの言葉にほんの少しでも耳を貸してくれていれば、こんなことにはならなかったのに。ミトス、ヘイムダールでもそうだった。僕らとは関わり合いのない事件も全部僕らの責任にされて、ハーフエルフが厄災の原因だって村を追われて。ミトス、シルバラントはハーフエルフを重用していると聞いて行ってみたけど、奴隷同然の扱い。テセアラだって他の国だってみんなハーフエルフを追い立てる。ミトス、泣くな。それなら僕たちはどこへ行けばいいの？あの時から僕は諦めないことを選んだ。選んで選んで選び続けて、いつの間にかこんなところまで来てしまったんだ。なあミトス、元の世界で俺たちを監視するつもりで近づいたんだよな。だとしてもジーニアスのことは本当に友達だと思ってたんだろう。そうだよな。さあね。ふざけろ！本当にあいつの気持ちを踏みにじったって言うなら、俺はお前を許さない。許せない！だったら僕を追い出すの。メルクリアのことや、リビングドールのこと、お前たちが今一番知りたいであろう情報を持っているのは僕だよ。それとも、感情を優先するの？だとしたら、とんだ大バカ野郎だね。親父そっくりの大バカ野郎だ。許さないし、許せない。でも、俺はお前が助けを求めてきたことを知ってる。だからここにいればいい。元の世界でお前がしてきたこと、俺には理解できない。でも、お前が本心を話してくれれば、どうしてそうするしかなかったのか話してくれれば、そうしたら僕が許しを請うと思っているの。バカバカしい。誰もそんなこと言ってない。お前がやるべきなのはもう一度やり直すことだ。信じることだ。それが償うことになるって俺は思う。
この世界でお前がやり直しても元の世界では何も変わらないのかもしれない。でもこの世界でお前がやり直せたら今のお前の未来だって変わるだろう。僕は変わらない。だったら変わらなくてもいい。やり直すんだ。俺は元の世界で勇者ミトスの話を聞いてきた。落ちた英雄ミトスユグドラシルって。でもさ、落ちたならまた飛べばいいだろ。お前がそうすると決めればまた飛べる。そういう綺麗事は大嫌いなんだよ。正義ごっこはうんざりだ。知ってる？綺麗すぎる水に魚は住めないんだ。忘れるなよ。俺はお前を許さないって言ってるんだ。俺は正義なんかじゃないし、正義って言葉は一番嫌いだ。第一、俺は俺自身が濁ってるって知ってる。でもそれだからお前の言う綺麗事を口にするんだ。平行線だね。いいよ、ならこうしよう。僕を倒してみせてよ。どれだけ魂が薄汚いのか僕に見せてよね。それでお前を、お前たちを見定めてやるよ。あ、この音楽懐かしい。あ、こんな感じだったんだ。目標達成済み。あー、目標がこのポイントだったのか。なるほどね。全然公言できてなかったね。ごめんなさいね。よし、じゃあやっていくような感じになるのかな。でですね、やる前にガチャをやりたいと思います。なんかいろいろイベントがあって、イベントというかキャンペーンですね、あって、こんな風にテイルズ・オブ・ VR カフェですね、のガチャが出たり、このミトスの、なんだ、ミトスとクレスと、ルークとロイドですね。それの魔境儀、新魔境がね、来てるみたいで。で、魔境シケット、これ、いずれかね、何か当たるんですね。とすると、ミトス確定ガチャですね。まずこのミトス確定ガチャを引いていきましょうか。お、これは絶対赤なのかな？え？これは。本当なら殺すところだけど。姉さんに応じて、命だけを助けてあげるよ。いや、高見さんいい声してますね。さすが。おお、ミトス仲間になったよ。僕を読むなんて物好きだね。お、来ましたね。はい、仲間になりました。お、わあ、覚醒した。この顔になるんだ。なんかちょっと誰も魔感が一瞬あったけどね。あ、そっか。あ、ユグロラシンになった。衣装が。面白い。取れましたね。これ、さあ。絶対魔境が取れるんですよね。だよね。え、違うの？え、俺今。あ、何が出るのかって見てなかったな。まあいいか。とりあえず、これ多分みんなにミトスの魔境プレゼントっていうやつじゃないのかな。違ってたらごめんなさい。あれ、もしかして俺普通に当たり引いちゃったかな。これなんかそんな感じしますね。この説明見ると普通に魔境か競争かこの武器が出るっていう説明だから。やった。超ラッキーじゃん俺。はい、とりあえずエターナルディバイドをレベルマックスにしました。で、まあ私は課金組ではないので、この魔境セレクトチケットは購入できないといった感じなんですけど、このイベントガチャで今ダイヤが187個ありますね。じゃあね、この、ミトスです。え、違うな。これ、あれだね。主人公4人と、4人じゃねえか。3人とミトスのやつか、こっちの、違うな。これは、あれだよな。カフェオブミリーナだ。の、に出てくるキャラクターってことだね。うん、そうだね。の、まあ、選抜メンバーといった感じで。そうだな、じゃあ最初これを引いていきましょうかね。はい、来ました。アキサザメ。まあいいでしょう。あ、お、いいぞ。
なんだ？お、クリスの競争だ。やった、嬉しい。何これ？獅子後発、あー、あれか、コガハザンと獅子閃光だな。うん、そうだね。で、何？あ、こう獅子、え、こう獅子後発山になるの？うん、多分そうか。ソードマスタークレス。だからどっかで聞いたことある。ソードマスターヤマト的な感じ。まあどうでもいいと思うけど。じゃあね、2回ずつこうやっていこうかなと思います。次はこっちですね。カフェオブミリーナで誰が来るかな。なんか有利の競争が全員に無料配布されたっていうことで、有利はね、みんな持ってるみたいな感じだと思うんですけど。ああ、これミクリオのやつだけど、これなんだ？うわ、マジか。バロニアの刀出たよ。バロニア木刀だよね、これ多分。魔人剣なんだよな。いやー、これは使わないんだよな。さあ、これ来ましたな。これはツーガレイン破山。これも使ってないんだよな。おやおや、クレスだけかな。おっ、おやるからには手加減はしないぞ。あリオンか。あー、これ来るか。あれだな、アーク、ライブインアークだったね。あのサラが参戦する時のライブイベントでしたね。あ、リオンか。まあまあ、まあ、嬉しいっちゃ嬉しいですけど、やっぱね、覚醒してないキャラが出てほしいっていうのは一番だったけど、まあいいでしょう。はい、最後はこれでしたね、総合さん。はい、まあ結構当たり出たんじゃないかな今回。さ、ではミトス、これやっていきましょうかね。はい、ではこんな感じのパーティーでいきたいと思います。まあ、最初だからね、3000と、推奨戦闘力はこんな感じで弱いんですけどね、後々多分厳しくなってくると思います。で、今回の魔境、ガチャでね出ていたこのルーク、これが一番欲しかったんですけど取れなかったので使わせていただきます。お、ミトスだ。いや、ミトスがいる。ミトスがミトスゲー、もういいや。僕の足を引っ張るなよ。それじゃ攻撃は3回だね。うお、前衛剣がすごい。離れて、格が違うんだよ。あれ大丈夫かな、今なんか真っ暗にならなかったかな。あ、すげえ、なんか着地するんだね。ミトス、不思議だね。元の世界で僕たちはこんな風に戦うのかもしれない。そしてその結果は、そうだ、僕は知ってしまった。遠い故郷で僕が敗れたこと、その後ロイドがどう生きようとしたのかを。もしこの世界の記憶を持ってあの大地に戻れるのなら、ああ、それでも僕は自分を曲げやしないだろう。やり直すにはあまりに遠すぎた。そしてきっとあの世界でもロイドは僕に言うんだろう、やり直せると。お前は僕の影だ。え？諦めずに前を向いてバカみたいにひたすら歩いていく。僕の選ばなかった道の最果てにいる存在だったら、ここでは選ばなかった道を選んでみろよ。一緒に歩こうぜ。はあ、なんだよ。そう言うだろうと思ったよ。お前、つまらないよ。想像通りの言葉しか吐き出さない。なんだよ。仕方ないだろ。俺、国語苦手なんだし。え？許してもらおうとは思わない。でもお前なら、メルクリアは止められるかもしれない。一緒に飛ぶ気になったんだな。羽も生えてないくせに偉そうに言わないでよね。仕方ないだろ。
俺は天使じゃないんだから。それはお前が母親の形見の奇跡を使いこなせていないだけだよ。何かきっかけがあればきっと飛べる。いや、天使になってならない方がいいのかもね。天使は裏切り者が多いから。え？僕は見ているから。お前が本当に自分が信じる生き方を貫けるのか。ああ、見てろ。俺は諦めないからな。わっ。ノイシュ、お前の期待通りになった。これはお前が見せている夢だね。でも確実に訪れる現実だ。いいよノイシュ、僕も乗せられてあげる。師匠の息子と共闘するのも悪くないかもしれないからね。これは今からほんの少し未来の物語。次元を超えて届いた人々の思いが未来の物語をここへ届けさせた。願わくばこれからも共に良い旅を。あ、本来ならここで仲間になるんだね。ああ、そうそうそうなんだ。ほんの少しあれだね、使えるのが早くなったってだけなんだね。ああ、魔法剣士来たね。ここでも報酬負けをもらえるからな。はい、では次、ミトス、ハード、ハードモードですな。よし、行きましょうか。って言っても、もうこれ、さっきと一緒でした、ですよね。よし、ちょっと待てよ。OK かな。前剣ね、一回限界突破、もう一つ取ったので、限界突破させています。僕の足を引っ張るなよ。多分弱いでしょ。で、さっきあの、ルークの魔球技を集中してて出せなかったからね。うわ、強い。前剣強え。いい感じよ。終わりだ。時空の渦と共に行け。エターナルマーク。今度こそ本当に決着をつけてやる。連休早朝ハンをするんだ。一気に行くぞ。格が違うんだよ。何をするんだって言ってたね。よし、じゃあ次ミトスマニアですね。わ、もうここでちょっと注意が必要な戦闘力になってきたよ。やばいな、ちょっといけるか心配だな。なんかやばそうな気するけどね。頑張りましょうか。僕の足を引っ張るなよ。どうせこいつも痛い。空間焦点に使えるのか。遠距離から俺は前剣で。あ、そういえば俺報酬負けをつけてきてない。何やってんだ俺。あ、いい感じよ。でも結構みんなボコってるからいい感じ。時空ゾーハマ魔競技終わりだ。時空の渦と共に行け。あ、やっぱ強いな。でもまだミラージュゲージは向こう溜まってない感じだけど。やべ、強いな。嘘だろ。僕の邪魔をするな。この程度でき当たり前。魔競技北極から時空ゾーハマ魔競技。魔競技。終わりだ。時空の渦と共に行け。エターナルマーク。魔競技。俺はここにいる。俺という存在にかけて負けない。今回変装だ。お、決まった。僕を傷つけるなんて許さない。お怒りですね、ミトスさん。いや、いい感じに決まったね。よかったよかった。でも結構そうだね、やっぱ一体だけだからボコボコすれば相手ずっとひるみ続けるからね。これは結構いい作戦でもあるかな。はい、それじゃあミトスアンノーン、これが多分最高難易度じゃないかな、おそらく。やばいな、
いやだってほら全然足りないよこれ、やばいよな普通に考えて。一応ガチ面で行こうとはしてるんだけど、いやいやこれは難しいぞ。よしやっていくか。もうぶっちゃけ勝てりゃいいというだけだから。冷静に対処だ。覚醒ミトスってなんだ待ってめちゃくちゃなんか体力多くないか、気のせいかこれ。待って火力パないんだけど、何これ。うっそ瞬殺だったよ、嘘でしょ。俺だって乗ってみせる、このビッグウェーブに。イエッド、何をするんだ。空間昇天位、シュレージン、マイケン、テンション空昇、マイケン、マイケン、ゴージン、マイケ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 ン、魔競技。俺だって乗ってみせる、このビッグウェーブに。イエッド、お前は根本的に間違ってるぜ。創世強神剣裁きの時間だよ。僕を傷つけるなんて許さない。来ましたね。でしかもあの選択ミスしちゃったね今。完璧にこう作戦ミスというかという感じで、あの魔競技続けて最後のロイル君まで出しておけばミラ死ぬことなかった。これやらかしたやつだ俺。はい、とりあえずクリアしましたね。やっぱ高キス使うと楽勝だね、どんな高難易度クエストでも。いやーね、やっぱこれは難しいよ。でこの報酬確認っていうところでいろいろポイントでもらえるんですね。で一番最高がこの辺の競泳のマテリアルとかだけど、そうだね、せめてそうだな、うん、取れるなら全部取りたいね。そうだね、ガチャチケットは取りたいな、ガチャチケットくらいは取りたいだな。はい、それではですね、最後までご視聴ありがとうございました。とりあえずクリアするというだけの今回動画でございました。でミトスをミトスのあれですね、なんだっけ、魔競技か魔競技ね、取ることができてよかったです。で次回ですね、このミトスをちょ育てて、このミトスアンノーンであんまり高キスに頼らずやっていけたらなと、勝てていければなと思っております。そういう動画をね出していこうかと思っております。ではですね、最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。んじゃあファモッ。